飯時々旅の佐藤です。今回は札幌から直接行けない隣町赤井川村にお邪魔しました。通過するだけではもったいない雄大な自然と広大な景色、そして美味しいグルメが眠る町でした。北海道の美味しいものを食べ歩いています。よければチャンネル登録をぜひお願いいたします。本日向かうのは札幌に隣接するカルデラの里赤井川村。面積の8割を山林が占め、よもを山々に囲まれたカルデラ状の地形をしています。場所はこちらです。赤井川村は失ったら二度と取り戻せない日本の農産漁村の景観文化を守る活動を行う日本で最も美しい村連合に加盟していて、日本有数の美しい村だそうです。ちなみに現在北海道で他に加盟している町はこちらのようです。行ったことがないところもあるので、いつか全て回ってみたいと思います。札幌を出た時は晴れていたのですが、けなし峠を越え気づけばあいにくの曇天になってしまいましたが、今日も美味しいものを食べ歩いて観光もしていきたいと思います。最初にやってきたのは牛乳作りから販売までを一貫して行っている山中牧場さん。こだわりの牛乳やソフトクリームなどをいただくことができます。まずは券売機でチケットを購入。牛乳ソフトクリームにパンやスコーン、土日限定のパフェなどもありました。ソフトクリームも気になりますが、少し寒かったこともあり、朝に飲みたい牛乳とプレミアムバターを購入です。広くて綺麗な店内で飲食することもできます。入店時は立って食べている方もいるほど混んでいました。山中牧場さんの山中牛乳、中瓶で購入しました。飼料もできるだけ天然のものを使用されていて、自然がテーマの牛乳だそうです。喉を通る滑らかさや鼻に抜ける香りがよく、これが本来の牛乳の味なのかと思わされる味です。2人ともすぐに飲んでしまいましたが、山中牛乳は1日2日冷蔵庫で熟成させても甘みもあり美味しいのだそうです。ごちそうさまでした。となるところですが、皆さんソフトクリームを美味しそうに食べられていて、ここで食べないと後悔すると思い、いただくことにしました。バニラと抹茶、少し待てばココアもあるよと教えていただいたのですが、私大好きなバニラでお願いしました。こちらがソフトクリームのバニラ、少し大きめのように思いました。天然素材 100% で作られているそうで、さっぱりしていてとても美味しかったです。ちなみに飲み終えた牛乳瓶をお店の方に渡したところ、1本40円ずつ返金されました。美味しい牛乳とソフトクリームに大満足です。ごちそうさまでした。山中牧場さんを出て先へ進みます。市街地を走っているだけでも山々が綺麗ですが、少し景色を見に行くことにします。走ること約10分、やってきたのは平成13年に完成した落合ダム。訪問したのは動画が公開されるちょうど1週間前、紅葉の見頃までもう少しだったので、公開される頃には綺麗に色づいているかもしれません。水資源の観光利用としてダム敷地内の立ち入りを一定条件をつけて出入りできるようになっているのだそうです。落合ダムから先につながった道があり、砂利道を進んでいきます。この道で良いのかと少し不安と、対向車が来ないように祈りながらゆっくりと走っていきます。5分ほど走り、無事に目的地の落合ダム浸水広場に到着。駐車場やトイレも完備されていて、指定のエリア内ではキャンプもできるそうです。イラストの可愛らしさに思わず笑ってしまいましたが、途中の道を見てもいつクマが出てもおかしくない場所です。村内でヒグマの出没も確認されているようなので、あまり歩くようであれば断念しようと思っていましたが、目的のダム湖は目で見える距離でしたので向かってみることにします。この日はキャンプをされている方もおらず、ここにいるのは私たち2人。風で揺れる草木の音にビクビクしながら進み、注意事項を読んで中に入ります。目の前に現れたダム湖は、立ち枯れた木々が湖面から顔を覗かせていて幻想的な景色です。曇り空と湖面に映る立ち枯れの木、少し色づいた山々も合わさって、まるで異空間のような雰囲気でした。晴れの日や雨の日、山々がもう少し色づく頃や四季折々で異なった景色を見ることができると思います。こちらでサップやカヤックなどを行えるツアーもあるそうです。ここからは見えませんでしたが、来る途中車窓からサップをしている方々もいらっしゃいました。ふ
と横を見ると白く輝くサギでしょうか。すぐ近くまで来ていました。来年はカヤックをしてみたいねと話しながらこの場所を後にします。景色を満喫し来た道をゆっくり戻ります。お腹も空いたので食事をしに向かいたいと思います。15分ほど走り到着したのはカルデラウンジさん。ポーランド出身の店主さんが作るポーランド料理やハンバーガーをいただくことができるお店です。メニューはポーランドの定番ストリートフードやハンバーガー、ケバブボックスにワッフルや黒ワッフルなどのデザートがあります。注文を済ませ席で出来上がりを待ちます。店内はおしゃれで冬には暖炉に火が灯るそうです。キャンプ場が隣接していてすぐ裏には池もあり自然が溢れている場所にお店はありました。春先や夏頃のこの窓からの景色も見てみたいですね。営業日や時間はインスタで確認してから伺うのがスムーズかもしれません。まず最初にやってきたのはドリンク。2人ともジンジャーエールですが、私は向かって右の甘口、相方は左の辛口です。辛口は後から追いかけてくるジンジャー感が強く刺激的で美味しいとのこと。今回セットで注文したのでこちらのドリンクとポテトがついてきました。到着です。私注文はポーランドの定番ストリートフードのザピカンカのセット。3種類ある中からポモドーロというものを選びました。ザピカンカはバケットの中に様々な具材を乗せているピザトーストだそうです。中には赤井川さんのトマトとバジルペースト、モッツァレラチーズが入っていて、上には無添加ナチュラルチーズがたっぷりとかかっています。ちなみに切るとき皆さん飛ばすので安心して食べてくださいと言われました。甘く濃厚なトマトとチーズの旨味が合わさりとても美味しいです。表面はカリッと中はもちもちのバゲットの余一のルパンさんのものを使用されているそうです。セットのポテトは薄めの形状でジャガイモの甘さと塩気がちょうどよく、一度食べたら手が伸び続けるいくらでも食べられるようなタイプでした。相方注文はお店で一番人気の 100% 道産和牛バーガーセット。ポテトと右上にあるピクルスが乗ったプレートで提供されました。道産和牛 100% の贅沢なパテと、トマトなどの新鮮野菜にピクルス、ソースは自家製ガーリックソースだそうです。パテも野菜もパンも全部が美味しいと満面の笑みで食べておりました。こちらのバンズはパンどころさんのものを使用されているそうです。カルデラウンジさんは農家さんが運営されているそうで、そのためか野菜もすごく美味しいです。特にトマトが美味しいと相方が言っていました。店主さんは日本に来て13年になるそうで、私よりも上手ではないかと思うほど日本語がペラペラです。明るく素敵な方で多くの方から慕われているのが伝わってくるお店でした。次回来る際は別の種類のザピカンカもいただきたいと思います。美味しいポーランド料理とハンバーガーに大満足です。ごちそうさまでした。お店を出て次の目的地までメープル街道を3分ほど走ります。左右前後に山があり、ここがカルデラ状の地形なのがよくわかりますね。続いてやってきたのは赤い屋根のログハウス調の建物、道の駅赤井川。ソフトクリームのお店や隣には農産物直売所もありました。館内に入り、まず向かったのはキッチンメープル通りさん。2023年にリニューアルオープンされたのだそうです。特産品のかぼちゃを使用したソフトクリームからおむすびにお蕎麦など食事メニューもあります。相方お目当ての新名物特厚カツ丼はあいにく売り切れでした。あれこれ迷いながら注文し出来上がりを待ちます。到着いたしました。私注文は期間限定の夢の大地4元豚のポークステーキと塩むすびのセット、鉄板に乗って提供され、付属の和風ソースをかけていただきます。セットについてくる塩むすびは赤井川村の石川農園さんのお米を使用されているのだそうです。ライスではなくおむすびなのがまたいいですね。夢の大地は赤井川由来の銘柄豚だそうです。お肉を低温調理してから鉄板で焼いているそうで、柔らかく脂もさっぱりしていてとても美味しいです。3元豚まではいただいたことがありましたが、4元豚は初めてです。4品種の豚を掛け合わせたものだそうです。ソースに絡んだキャベツや玉ねぎも美味しく食べる手が進みます。
活動を断念した相方はまず石川農園さんの夢ピリカを使用したおむすびを購入。新米の時期はいつも見ましておむすびが美味しそうに見える気がします。こちらは松前漬けのおむすび。具には松前漬けというのは珍しいですね。上にも中にもたっぷり入っていて、どこを食べても具がある嬉しいおむすびです。ふっくらと炊けたお米は甘みがあり、ペロリと完食。もう一つはたらこわさび。こちらも上にも中にもたらこがたっぷりと入っています。たらこの塩気とわさびのピリッとした辛さがご飯の美味しさを引き立てます。お米を食べられるありがたさに感謝しながら美味しくいただきました。便乗して購入した私のサーモンハラスは帰宅後にいただきました。こちらも具がたっぷりです。呼び出しベルが鳴り、戻ってきた相方の手には森そば、赤井川さんのそば粉を使用した二八そばだそうです。お蕎麦は冷やしたぬきやカレー南蛮などもあり、私たちが訪問したタイミングでは飲食されている方のお蕎麦注文率が非常に高いように思いました。少し太めのつるっとした喉越しと風味を感じる美味しいお蕎麦でした。食後に赤井川の特産品のかぼちゃを使用したソフトクリームを食べるつもりだったようですが、帰りの車で食べ忘れたことを思い出していました。館内では町の特産品の販売や、この日はほぼ売り切れていましたが、パン屋さんもあり、立ち寄られている方が多い道の駅でした。赤井川さんの食材を使用した美味しい食事に大満足です。ごちそうさまでした。道の駅を離れ、食後のデザートを食べに向かいます。途中少し雨が降る場所もありましたが、なんとか持ちこたえてくれました。10分ほどで到着したのは、ブルーベリーやカシスを中心に様々なベリーの栽培をされているアリスファームさんです。農場内には加工場もあり、ジャムなども作られていて、併設されたカフェではブルーベリーをはじめ、農場で採れたベリーを使用したマフィンをいただくこともできます。園内の建物は洋風で、まるで別の国に来たような雰囲気。散策もできるようですが、まずはベリー農家カフェさんでデザートタイムにします。店内は可愛らしい空間で、ジャムなどの販売もされていました。マフィンはテイクアウトもできますが、こちらでいただくこともできます。メニューはマフィンとドリンクにソフトクリームもあります。この時焼けているマフィンはブルーベリー、ブルーベリーチーズ、もう少しでカシスのも焼き上がるとのこと。優しいお店の方がおすすめなど丁寧に教えてくれて、注文を済ませ出来上がりを待ちます。商品を受け取り、一度お店を出て隣の建物のグリーンカフェでいただくことにします。こちらはドイツのライン川沿いにあった温室カフェがモデルになっているそうです。驚いたのは天井、上を見上げると立派なブドウがなっていました。作り物かと思いましたが、本物のようです。席に座って早速いただきます。食べていくことを伝えると、温めて提供していただけました。飲み物は私はホットコーヒー。撮影を失念してしまいましたが、相方はブルーベリーティーのホットをいただきました。こちらは焼き上がったばかりのカシスショコラマフィン。ココアとチョコチップ入りの生地にカシスがたっぷりと入っています。表面がカリッとしているのは焼きたての特権ですね。中はふんわりしています。カシスの甘酸っぱさとチョコの甘さのバランスが最高です。百貨店の催事などでも販売されているそうで、全国的に人気があるマフィンです。もう一つはブルーベリーチーズマフィン。ブルーベリーがたっぷりと入った生地に角切りのクリームチーズがゴロッと入っています。温めていただいているのでほかほかなのが嬉しいです。マフィン自体の甘さは控えめで、ブルーベリーの優しい甘さが引き立っていて、とても美味しいと相方大絶賛です。しっとりしていて、クリームチーズとの相性も抜群です。帰宅後もまた行きたいとしきりにつぶやいていたので、また伺いたいと思います。美味しいマフィンに大満足です。ごちそうさまでした。食後園内を少し散策。時期が過ぎてしまったので見られませんでしたが、様々な種類のベリーが植えられているようです。奥にはピクニックエリアがあり、ツリーハウスに椅子やテーブルがあります。こちらの立派な木は樹齢120年を超える栗の木三兄弟だそうです。カフェからも顔を覗かせているのが見えたヤギさん。カフェの方が人懐っこいと教えてくれました。ちょうど食事中のようで、黙々とご飯を食べていましたが、最後に少し顔を覗かせてくれました。次回は春や夏にまたマフィンを食べに訪れたい素敵な場所でした。
アリスファームさんを出て5分ほど車を走らせ、最後の目的地に到着です。道の途中に現れた平成18年に設置された冷水峠のカルデラ展望所。この日はあいにくの天気なのが残念ですが、この場所では運が良ければ早朝に雲海を見ることもできるようです。山々に囲まれた赤い川の町を一望できるスポットです。いつか晴れの日の早朝に雲海を見に訪れたいと思います。今回の食べ歩きはここまでとなります。札幌のお隣ですが、今まであまり来ることがなかった赤い川村、景色も良く食事も美味しく人も温かく、今後もっと訪問したい素敵な村でした。次回はカルデラ温泉にも入りたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。したっけね。